第六代5と子爵ジョン・スタンディッシュ・サーティーズ、プレンダー・ガスト・ベレカーは、イギリスの陸軍軍人、貴族、政治家。アイルランド貴族の家に生まれ、陸軍軍人となり、1937年から1939年まで、帝国参謀本部総長を務めた。第2次世界大戦前期には、海外派遣軍司令官を務めて、ドイツ軍の西方電撃戦を迎え撃つも、 敗北して、ダンケルクの撤退を行った。その後は、大英帝国各地の総督職を歴任した。1886年7月10日、アイルランド貴族の第5代号と死者クジョン・ベレカーとその妻、エレノアの間の長男として、ロンドンに生まれる。1902年8月15日に、父の死により、第6代号と死者位を継承した。ハーロー公を経てサンドハースと、 王立陸軍主官学校に官学校へ進学。1905年8月にグレナディアガーズに少尉として入隊。1910年5月のエドワード7世の体操では創列のグレナディアガーズ文献隊を指揮した。この実績により、ロイヤル・ビクトリア勲章の後等級メンバーに助された。その後、英字治療カナダへ行き、ヘラジカの狩猟をして楽しんでいたが、 インド人案内係を誤って撃ち殺してしまう。狩猟事故を起こしたため、イギリスへ帰国した。1914年から1918年まで第一次、世界大戦に従軍。何度も負傷して、八海主君者公式報告書に記載され、さらに、ビクトリア十字章を受章する活躍をした。終戦までに少佐に昇進した。戦後キャンバリー参謀大学に入学。 1920年に卒業すると、ロンドン軍管区に勤務。1921年1月には中佐に昇進し、1921年から1923年まで参謀大学教官となる。1924年から再び、ロンドン軍管区に勤務。1925年1月に大佐に昇進し、1926年には、ロンドン軍管区参謀長となる。 1927年には、上海派遣軍の参謀長となる。上海からイギリスに帰国した後、コルチェスター中流の第4師団参謀長に就任。1930年に、グレナディアガーズ司令官、第4コノエ旅団本部の司令官となる。1932年11月には順勝に、昇進するとともに、英英インドの軍事訓練所の所長に就任。 1935年11月には少々に昇進し、1936年にイギリスへ帰国し、参謀大学司令官に任じられる。1937年9月には中将に昇進するとともに、軍事大臣に就任。同年12月には大将に昇進するとともに、帝国参謀本部総長に就任。1939年9月に、 第二次世界大戦が開戦すると、海外派遣軍の司令官に就任し、フランスに派遣されたが、1940年5月から始まったドイツ軍の西方電撃戦で、ドイツ装甲部隊の素早い進撃により、ベルギー、北、フランスで切り離されて孤立させられた。全滅の危機にさらされたが、ダンケルクの撤退に成功して、英本土へ逃れた。 1941年4月、国王ジョージ6世より、英領ジブラルタル総督に任じられた。ジブラルタルは大英帝国のシンボルであり、もし、スペインがドイツ側で参戦した場合、攻撃される可能性があった。ついで1942年4月には、ドイツ空軍の激しい空襲を受けていた、英領マルタの総督に任じられた。1943年1月に、 不省の治療で一時的ににイギリスに帰国した際、国王の決定で減衰に昇進した。英委任統治療パレスチナに高等弁務官として赴任したゴート施策。1944年10月には英委任統治療パレスチナの高等弁務官に就任。彼の統治下でユダヤ人とアラブ人の対立は激化していった。しかも、 大英帝国の支配は両陣営から拒絶されていった。パレスチナの不衛生な環境に耐えられず、1945年、後半から病を患うようになり、1945年11月に英本土に召喚された。1946年2月には、連合王国貴族としての強盗施策位を与えられ、貴族院に議席を得たが、3月31日には、 ケントの娘向子の自邸ペンズハーストプレイスで死去した。ペンズハーストセントジョンパプティマス教会に葬られた。生存している男子がなかったため、連合王国貴族ゴートシ社位は継承者なく、消滅した。一方アイルランド貴族社位のゴートシ社位は、弟スタンディッシュが継承した。1911年に、またと妹のコリーナ・ベレカーと結婚。彼女との間に、 以下の息子二人と娘一人を設けた。ありがとうございます。